小出ならしげ小出ならしげは日本の洋画家、大正から昭和初期に活躍した。1887年、大阪府大阪市南区長堀橋筋一丁目に生まれる。小学校から中学時代にかけて渡辺幸駅に日本画の手ほどきを受ける。1907年、 東京美術学校西洋画科を受験したものの、不合格、日本画家への編入を許されて入学する。下村勘山の指導を受けるが、後洋画に転校。1919年、二家店出品作の N の家族で貯牛賞を受ける。翌年は、少女を梅の像画二箇賞を受賞。この頃より、挿絵等の仕事を手掛け始め、ガラス絵の制作にも着手する。 1921年から1922年に、九1923年に加会院に推挙。フランスから帰国後の1924年には、鍋井勝カ国枝金蔵、黒田茂太郎らと大阪品野橋の日清生命ビル内に、品野橋洋画研究所を設立し、昭和前期の洋画界に新風を送り込み、若手の先駆者となった。百三十一年、 心臓発作のため43歳で死去。晩年に集中して描かれたラフ像は西洋絵画に見られる、理想化されたラフ像とは一線を画した日本人による日本独自のラフ表現を確立したものとして高く評価される。アシア市立美術博物館の一群に復元されたアトリエ、アシア市立美術博物館の庭に小出奈良主のアトリエが復元、保存されている。 四方を川に囲まれ、島の内と呼ばれた、問屋街にある薬屋に、長男として生まれた。父、樽次郎は、昇華の旦那衆の典型で、書や日本画をたしなみ、浄瑠璃を語り、母、門も三味線を弾くなどを髪型の上質な文化がある、家庭で、後に、随筆、新衆雑草で、床のかかり物が、学校教育よりも私自身により、 多く作用したことは恐るべきものであると記したように、家庭環境の影響が大きかった。大阪市立大法人常小学校、大阪市立育英高等小学校を卒業後、大阪府立一岡中学校に入学。数学は落第するほど、だったガズガは断トツ一位の成績で、日本画家への編入で入学した東京美術学校も、西洋画家本家に転入を果たし、 50人中5席の成績で卒業した。ただ、なかなか画家として、日の目を見ず生活に苦労したため、後に、東洋史学者になる、石浜淳太郎や作曲家の新次清志ら、一岡中学の同期生が、近鉄会を結成。出資して、小出の生活を支え、小出も、絵を描くことに専念。後に名画が生まれた背景には、一岡の絆があった。 ありがとうございます。